さて今日もねスーパーマリオメーカー2みんなでバトルやっていきましょう。これ最初なんかここ猫出そうじゃない？やった猫！よし、これ最強の武器ですよ。武器じゃないか、アイテムですよ。オッケーオッケーオッケー、いいねいいね、よし。うわ、ちょっと待って、あ、猫がなくなった。まいまいむちゃくちゃだけどこれはチャンスかな。よし、大丈夫、このまま渡ってっていいかな。よし、オッケー、このまま渡っていく。よし、そしてゴール。キノピコ残念だな。ピンク S プラスいるね。6254ニュースーパーマリオブラザーズ S、 なんかめっちゃ簡単そうなコースだね。オッケーオッケーオッケー、待って、この差は縮めれない縮めれない。キノピコ、この差はきついな。やばい、これはきっと簡単なコースだから絶対ゴールされる。変なおじい、かわいい。え、めっちゃかわいくない、あの変なおじい。全然おじいじゃないやん。マリオ USA のままゴールね。さてクリア条件はマリオ USA のままゴール。絶対最初のあのブロックだよね。でもね、取らないでおきますよ。まず最初にね、この辺である感じ、やっぱり。やったよし、これが作戦ですよ。まずね、最初じゃなくて最後ら辺にあると思ったんですよ。そしてこれは、よし、 OK、 投げる、 OK、 いいね。そしてこのまま渡っていく。で、これはなんかこれ怪しくない？鍵？なるほど、この鍵はもしかして危ない鍵じゃないかな。ほら来た。でも速攻鍵を開けたからもうあの仮面は追いついてこないよね。よし、じゃあこのままクリア条件を持ったままゴールしたいけど、このままゴールいけるか、いけるのかな。怖いな、ノコノコが怖い。危ない危ない危ない、危ない。よし、オッケーオッケーオッケー、ここでキノピオは脱落しました。このまま渡っていく。よしよしよし、これはゴールだ。やったね、これは絶対勝ち客じゃん。ゴールしてしまった。負けましたって言われた、めっちゃ可愛い。え、ちょっと待って、さっきの危ないめっちゃ可愛いんだけど、もう一回見よう。見て見て、変なおじい負けた姿もめっちゃ可愛いね。もう一回さっきの変なおじい見たかったけど、いないな。全員英語じゃん、名前。みんな英語。ファンファンなんか顔悟ってる感じするしね。なんか悟ってるよ、あの顔。ニュースーパーマリオブラザーズ2、1の1。さて、これはめっちゃ簡単そうなステージだな。ただね、こういうステージ、クリボーがね、マジで。よし、あダメだった。速攻当たってしまった。よし、オッケー。ね、クリボー危ないんですよ、こういうステージ。もう最大の敵はね、クリボーだと思ってるから僕、このね、スーパーマリオメーカー2では。よし、オッケー。これは、お、ナイス。これ下、こっちの方が怪しいよね、なんか。こっち行ってみようか。そしてこのままピースイッチ押す。オッケー。こっちゴールかな、それともこれこっちでいい。あ、オッケー、近道っぽいね、なんかこっち。ほらほら、これ勝ちかな、勝ちかな、やったここんとこですね、みんなでバトルを毎日やってるんですけど、ピンク S プラスになるまでどんくらいかかるだろう。何ヶ月かはかかると思うんですけど、どんくらいでなれるかな。そして2代目アスリート、頭に生えてるキノコのおじさん、よく合いますね。ストーンアイなんとか。まあ、そしてですね、最近暑いのはね、当然なんですけど、僕ね、やっぱり裸でやってるんですよ、このゲーム。今上半身裸です絶対やばいと思うんですよ、周りから見ると。今裸でね、この実況してる姿っていうのかな、周りから見たらやばいよね、きっと。一人でなんかワーワー言ってる。あ、ちょっと待って、よし、オッケー。で、ここでジャンプ。今見た、今見た、絶対うまいですよね。あー、くそー、ここでつまずいてしまったー。よし、ゴールはどこだ、ゴールはまだ先か、あ、ここか。よし、それじゃゴールさせてもらいましょう。大団地さん、団地さんか、待ってくれてありがとう。猫マリオ1の2。
コース名にね、猫マリオって書いてたからきっとね、猫マリオじゃなくね、これ違う、え、あそこ怪しいな、あの上このファイヤー取っていくけどね、この右上めっちゃ怪しかったよね、なんか一つだけ空間あったみたいな、猫マリオ取ってあっから行けばゴールとかできるみたいな、猫マリオがないもんな、でもどこにあるんだろう、ないな、猫マリオ欲しい、マジで、よし、どっかない、どっかない、お、なんか入れた、これは全然関係なかったただのボーナスステージか、さてこれも猫マリオじゃないから違う、猫マリオ取ってねスタートに戻りたいんですよ僕は、でもこれは、え、何この子、鍵持ってないからこの子、ちょっと待って待って、あ、鍵、あー、どこいた、え、鍵どこいた、え、そっちそっち、ちょっと待って待って、あ、いたいたいたどこだゴールは、猫マリオになってゴールっていうわけでもなかったから、あ、そこそこにゴールがあるのね、全然猫マリオ関係なくない、デュクシー君頭良さそうだな、コールドコールドウォーク、氷のステージかな、あーやっぱそうだ、おー、さらにこのなんていうの、宇宙ステージ、まあふわふわ浮くステージだ、これは意外と遅いんだよなこれ、よし、それじゃあ僕は青の土管に入っていきましょう、どんなコースかな、コールドウォークって書いてるから、これジャンプしていいでしょう、オッケー、あ、ここは普通なんだ騙された、よし、オッケー、待って待って、これ難しい、あ、待って、これマジでむずい、よし、タイミングが合わない、オッケーオッケー、よし、じゃあオッケーやったね、速攻で一番じゃん、今のオープンブロックの抜け方はなかなかやるんじゃないのかな、うおーい、これもうねえ、バネにバネっていうか、あ、あー、びっくりした、よかった、よし、これは右に連打していく、よし、これはジャンプしていった方が早っぽい、オッケー、でこれはバネはすり抜けていこう、待って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 、ハハハ、よし、落ち着いていこうね、落ち着いていこう、あのマリオ今負けないぞ、よし、マリオ苦戦してる、この辺でゴールがあるといいけど、それじゃあ青の土管に入ってゴールじゃん、やったねー、オッケー、ちょっと待って、あ、あー、待とうと思ったけどゴールしちゃった、なんかマリオだけ城の中に入ってて僕どっか行ったんだけど、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います、な、やべえじゃんこれどうすりゃいいのこれ、え、これマジどうすりゃいいのこれ、ちょっと様子見だなこれ、なるほど、そう来るか、俺がスターを取っていくけど、なんで回転してんの、よし、来た、来ました、よっ、ダメだダメだ、やられた、スターでも猫の攻撃が食らうのか、よし、このまま渡っていくくっさー、猫の攻撃にやられたな、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います、カフェイン07210に来ました、やばい人、バトルレートでもめっちゃ上位に入ってくると思うんですよね、あのマリオめっちゃ要注意ですね、後でこの勝負終わったら見てみようか、バトルレートが今世界ナインぐらいの人なのか、よし、 OK、 でこのまま渡っていく、キノピオ早いな、でこれ下ね、 OK、 バトルレート世界上位の人でもまだ3位ですよ、よし、で次は中間ポイント取っていく、で次は、なるほど、待ってくれてたのね、カフェインゼロ、さすがだな、今でも左下でルイージ落ちていくの見えたけど、カフェインゼロ世界ランキング6位ですよ、すごくない、確かこの人ですよね、7188ってめっちゃすごい、そんな強い人と戦えるなんてちょっと嬉しいな、そしてそろそろ着替えるか、夏だしちょっと派手に行こうかな、夏っぽい服がいいよね、うん、シャツはやっぱ T シャツかな、どれ、シャツこれか、うん、 T シャツっぽい、なんか、あ、
夏っぽいのあるじゃん。いいねこれ、めっちゃ夏っぽい。そしてズボンがなんか合ってないね。このね、足がないパターンめっちゃ好きなんですよね僕。なんか可愛いよね。じゃあ帽子も夏っぽいのはないから、夏っぽい帽子ないねまあいいや、このままルイージの帽子かぶっておきましょう。Sプラスのね、マッチョスーツあんまり似合ってなかったからね、今回はこの夏っぽい仕様にして次からやっていきたいと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。